こんにちは、ざわざわジャポンです。映画キングダムは2019年に初めて実写映画化されました。現在まで3本が実写映画化されており、いずれも大ヒットしています。そして2024年7月12日には4作目となるキングダム大将軍の帰還が公開されます。評価が厳しい実写化において、原作ファンからの評価も高い作品だけに期待が高まっています。当チャンネルでも過去に映画キングダムの実写化に関する動画をアップしており、こちらも再生数が80万回を超えています。そこで今回は映画キングダム大将軍の帰還に出演するキャラクターを原作キャラクターとの比較をしながらご紹介いたします。なお一部内容のネタバレを含んでおりますので、視聴にはご注意ください。シン、山崎賢人。戦争で身寄りをなくし、幼馴染で親友のヒョウと共に武功を挙げて天下の大将軍になることを夢見る。亡き親友ヒョウと約束した天下の大将軍になる夢を叶えるために、己の腕一つで武功を挙げる。共に王宮奪還を果たした中華統一を目指す衛星と共に乱世を突き進んでいく。衛星、吉沢亮。秦国の若き王、その胸の内には中華統一という熱き情熱を秘めている。ヒョウ、吉沢亮。衛星の影武者となる、秦の幼馴染で親友、衛星の影武者となり命を落とす。ヨウ・タンは長澤まさみ。山の民を武力で束ねる三階の使用。花稜天、橋本環奈。鳥を模した不思議な藁をかぶった三民族の末裔、身寄りがなく一人で生き抜いていたが、王座奪還を機にかけがえのない居場所を見つけ、秦と衛星と共に歩んでいく。羌カイ、聖の七。悲しみの一族とも呼ばれる千年を超える歴史を持つ伝説の暗殺一族紫雄の一人。特殊な呼吸法を操る巫舞により、その身に神を打として戦う。万国、山田裕貴。趙将軍、特攻の万国の異名を持つ。長く伸ばした白髪に黒い歯が特徴で、吃音の毛がある。獲物は波打った刃を持つ極刀。美兵、岡山天音。秦と同じ村出身で、チンピラ兄弟と呼ばれる美兄弟の兄。お調子者ではあるが、仲間思いな一面も。美刀、三浦貴弘。美兄弟の弟。穏やかながら秦の強い性格で、兄と共に戦に参加する。将軍君、高島正宏。衛星に忠誠を誓うただ一人の信頼できる大臣。かつては勇敢な武官だったが、王を支えるために文官となった。王帝のクーデターの鎮圧以降、真の良き理解者となる。唐、要潤。天下の大将軍王騎の副官。その実力は謎に包まれている。獅子、加藤正也。決死の参謀であり、反乱の指揮を取る。蒙武、平山雄介。吕氏四柱の一人で軍事を司る猛将。長宗、山本浩二。宝剣に代わって全軍の指揮を取っている。将兵君、玉木宏。吕氏四柱の一人で文官に優れた天才軍師。呂不韋、佐藤光一。権力を欲しいままにする上将。秦国、衛星の座を脅かす。王騎、大沢たかお。六大将軍最後の一人。王宮内の権勢争いには全く興味を示さず、血が湧き立つような戦場のみを求める得体の知れない人物。羌、荒木優子。六大将軍の一人、六将の中で最も謎に包まれているとされる人物。六将最年少にして苛烈さは六将随一と言われており、かつて戦ったことのある連覇も笑いながら、ことさらひどいと思い返すほど。宝剣、吉川晃司。超三大天、武神と称する恐るべき武勇を持つ大男。人を超えた存在になることを目指しており、他の強者の存在を許さず、強者がいれば敵中であろうと単身で乗り込んで討ち取りに行く奇行を繰り返していた。小王、草刈正雄。秦国第28代秦王、成と成強の曽祖父。在位55年の大半を戦に費やし、先人と呼ばれ秦国中の武人に慕われた。漢王、高橋光臣。
秦国の騎兵武将王騎軍に所属。死闘を最も得意とし、軍の突破力は王騎軍で一二を争う。李牧、小栗旬、張三大典、どこか涼しげでひょうひょうとした立ち振る舞いで穏やかな性格をしているが、中華でも随一の知略と自ら敵中に飛び込んで敵将を撃てるほどの武勇を持つ知勇兼備の英傑。以上が現時点で発表されているキャストになります。また過去の作品に登場したキャラクターも合わせてご紹介いたします。一部原作のキャラクターのままの紹介となっておりますのでご了承ください。成京、本郷奏太、永世の異母帝、父母ともに王族の血を引いている自分こそが王にふさわしいと考え反乱を起こす。壁、満島新之助、秦軍の千人将、将軍君の右腕であり永世に忠誠を尽くす武将。馬事王、安倍晋之助、曹統を扱う三民族ナンバー2。主教、深見元基、永世の首を狙う暗殺者。利典、六坂直政、秦と兵を下僕として面倒を見る。田治府、一ノ瀬渡る、三民族有数の怪力の持ち主。トン、大内田雄平、貧しい家庭に生まれ人べらしとして捨てられたものの、剣と筆の才覚によって真の武将となり、自分を捨てた親に仕送りをするまでになった。蘭海、阿弥201、成京が飼いならす人ならざる姿をした巨漢。真、幼少時代大西陸、真の幼少時代兵、幼少時代南出良家、兵の幼少時代武田、橋本潤、百越にある別佐族の戦士。助官の後任として生たちの暗殺を依頼されるが、真に返り討ちにされる。佐治、坂口拓、王帝側の凄腕の剣豪。義公、宇梶隆、王帝の軍を率いる武官。決死、石橋蓮司、左小城で成京の腹心。拓慶、浜津隆之、頼りなく見える風貌のためいつも残り物のメンバーで碁を組む伍長。しかし多くの戦場を生き残った経験を持つ。廃炉、真壁東義、百戦錬磨の伍長で強者を集めて碁を結成する。同じ幕府身体に入った臣たちを最弱の碁と言って見下している。強将、山本千尋、同じ私有として悲しき宿命を背負う教会の実の姉のような存在。外の世界を見るという夢が教会に大きな影響を与える。兵庫、豊川悦司、秦国の最前線に居続ける変わり者と言われているが、六将にも引けを取らない力を持つ大将軍。本能で動く独特の感性を持っている。松鶴、渡辺邦人、壁の幼馴染であり千人将として羅漢平原の戦いに出陣する。九原、高橋勉、呉慶軍の副将、軍師も兼任している。装甲戦車隊で秦国の歩兵軍を追い詰める。幕古臣、渋川清彦、兵庫軍所属の千人将で秦の初陣の上官となる。高李元、田口隆介、魏の副将、九原の配下であり中華十級とされる弓の名手。呉慶、小沢幸義、秦の敵国となる魏の総大将、魏国が誇る大将軍魏火龍七師の一人。鹿、安、正義感と母性あふれる美しき女性。趙国にとらわれた未来の秦国王となる若き永世を秦国へ脱出させる危険な仕事を引き受ける。風紀、片岡愛之助、趙将軍、頭脳の風紀の異名を持つ。中華に名が知られる智将。長距離戦に強いが近づかれると弱くなることを自覚しているため、近づかれる前に早期に決着をつけることを好む。アモン、アサリ陽介、趙国の闇将の一人でおかっぱ頭の男性。鹿とは孤児時代からの幼馴染である。道賢、杉本哲太、昭法時代の家臣、姓が簡単にいた際その脱出の手引きをするため鹿に協力を要請。
騎連、衛進、飛信隊の隊員、蛇甘平原の戦いにも参加。宗悦、青木健、飛信隊の隊員、蛇甘平原の戦いにも参加。劉仙、郭宗、飛信隊の隊員で妻と5人の子供を持つ。遊戯、矢部京介、飛信隊の隊員。遊郭、町田大和、遊戯の弟で飛信隊の隊員。映画オリジナルキャラクター。縁、田中美桜、飛信隊副長兼千人将、タイにおける現場の支援兼まとめ役。猛鬼、荻原陸、将兵くんの軍師学校で科料店と共に学んでいる。カイネ、佐久間由衣、李牧軍3000人将兼側近の女性剣士。岩門出身で両親を郷土に殺害されたことから憎悪していた。有利、村川恵里、新国城戸村に住む尾藤の婚約者。桃尾、桜井日奈子、深夜尾平尾藤兄弟と共同の城戸村に住む尾平の婚約者。いかがでしたか？よければ映画キングダムの実写に対するあなたの意見をコメント欄にてお聞かせくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。それでは。